どうもご紹介に預かりました秋宮ですよろしくお願いいたします2016年12月9日韓国の国会は在籍299議員のうち234という圧倒的な数で朴槿恵大統領に対する弾劾訴追を可決しましたそして2017年3月10日韓国憲法裁判所は8人裁判官全一で大統領の弾劾を任用し パクネ大統領は韓国憲政史上初めて任期途中で罷免されましたその結果韓国は大統領不在のまま5月9日の大統領選挙に向けた選挙局面に突入することになりますまず過去の大統領選挙や韓国政治の構図を念頭に置きながら現状における大統領選挙の構図を考えてみましょう、まあ、現在韓国の国の会では 議席20以上の院内交渉団体は、まあ、政治的イデオロギー別に右から自由勧告党正しい政党国民の党共に民主党の4つですそして議席は足りませんがもう1つ最左,最左派の正義党がありますしたがって国会は以上の5つの政党によって構成されています現状では少なくともこの5つの政党が候補を選出する準備を進めています もちろん、その上で候補同士の一本化、合唱連行ということも十分にありえますが、ともかく、5つの主要政党がそれぞれ候補を立てる構えを見せています。まあ、これは前回、2012年12月の選挙が、保守のパックネイ、新保のムンジェインの一騎打ちであったことと比較すると、非常に対照的な構図になる可能性が高いのです。まあ、現在、候補が決まっているのは、正義党のシム・サンジョンという女性で、おそらく、 五人の候補の中では唯一の女性候補になります。実は彼女は今から七八年前、私にお世話になった韓国の大学教授を介して私の研究室を訪ねてきたことがあります。そして韓国政治や日韓関係などについて一時間ほど議論したことがあります。まあその他の四つの政党に関してはまだこれからの予備選挙を待たないと何とも言えないということになりますが、注目度というか大統領への近さ。 まあつまり現在の世論調査からして支持率の高い順番でどういう人が候補になっているのかを見ていくことにしましょう、まあ、その前に韓国政治を理解する三つの軸について理解しておく必要があります一つは保守対進歩というある種のイデオロギーによる対立軸ですただ誤解のないようにするべきであるのは日本では都画右派左派ということであたかも1955年体制下における 保保守守とととと革新ののの対決と似たものとして、まあ、韓国政治の保守と進歩を理解すする傾向があります、まあ、私は驚くことがあるのですが韓国の左派は反米、反日、親中、親北朝鮮だということを平気で口にする人がいます。もちろんこれは批判を込めてそして、まあ、危険だという願意があります。確かに相対的な意味ではそうした傾向がゼロだとは言いませんがだからといって、 韓国には米韓同盟は不必要で中韓米軍は出て行けという意味での反米はほとんど存在しません日本に対してはどうでしょうか保守よりも進歩の方が歴史問題を重視するという点に私は同意しますしかし保守も親日だと批判されないようにことさらに歴史問題では日本に対して強硬ですこれはイミョンバクパックネ両政権期の日韓関係を見れば一目瞭然です むしろ、その前の金大中政権期の方が日韓関係はずっと良好でした。韓国の保守系保守政権の方が日韓関係がうまくいくというのは全く根拠のない神話に過ぎないと思います。中国との関係にしても、最近中韓関係が最も良かったのは、パックネス政権の前半期です。韓国の対北朝鮮政策に関しては、中国を利用するという側面があり。 そのために中間関係を良好にしておきたいという考慮が働くことは事実です。ただ、この思考は保守も進歩も同じであって、その意味では韓国の対中政策は中国を利用するという意味での要中で共通するのであって、保守が反中、進歩が進中ということでは決してありません。また、新北朝鮮というのも相当に誤解を与える表現です。 北朝鮮を韓国主導の枠組みに取り込んで統一を達成させるための戦略に関して北朝鮮に対して厳格な相互主義を適用して北朝鮮が譲歩しない限りは強硬な政策を貫徹するべきだと考えるのが保守でありそうではなく南北の力の格差を考慮すれば ある程度寛大な姿勢を示すことで北朝鮮を韓国主導の枠組みに取り込んだ方が良いと考えるのが進歩なのですその意味で進歩を新北朝鮮と呼ぶのは誤解を与えると思いますむしろ北朝鮮からすると保守よりも進歩の方が手強いとさえ言えるからですそして何よりも日本の革新は冷戦時代であったということもあり社会主義を施行した側面がありましたしかし韓国の進歩は 社会主義を志向しているわけではなく、政治的には自由民主主義、経済的には資本主義を志向するという点を保守と共有しています。これは過去の金大中、ノームヒョンという進歩政権の政策を見ればよくお分かりだと思います。ところが韓国においても保守と進歩はそれほど大きな違いがあるにも何にもかかわらず対立を意識しており、相れないと考えていることも事実であります。 韓国政治における保守と進歩の対立軸は3つあります。第一に、対北朝鮮政策に関する違いです。この点については、先ほど述べましたように、北朝鮮を韓国主導の枠組みに取り込んで、いかに韓国主導の統一を達成するのかに関する戦略の違いがあります。えー、特に北朝鮮に対して厳格な相互主義を要求するのか、しないのかというところに違いが現れます。第二に、歴史認識の違いです。 韓国の政治史は非常に断続的です。言い換えれば、革命、クーデーターなどの長周期的な手段による政治変動が頻繁に行われていたということです。だから韓国政治史を区分するときに、第一共和国から現在の第六共和国まで、まそうした政治変動によって断続的に理解されているわけです。